どうもゼピです。今回はですね、このエンジンからこのモーターに乗せ替えまして、実際にポン付けができるかどうかですね、試していこうと思います。バギーで1回ポン付けができるっていうのを検証してはいるんですけれども、より皆さんに親しみのあるこの株でですね、このモーターがポン付けできるかどうかっていうのを検証していこうと思います。でちなみにこのエンジンですね、12年放置でキックが降りなかったエンジンなんですけれども、実は無事に動きまして、インスタとかをフォローしてくださってる皆さんはね、もうご存知かと思いますけれども、エンジン無事に動きました。これを動かすまでの顛末をまとめた動画をですね、この動画の多分後に出すと思いますので、そちらも楽しみに待っていただけたら嬉しく思います。とりあえずエンジンの下ろしからですね、やっていきましょう。というわけでエンジンを下ろすにあたって邪魔な部品たちを外していきます。まずはマフラーですね、から外しまして、エアクリーナーとかも取り外していきます。その次に燃料タンクを取り外していくんですけれども、キャブの中の燃料を抜き忘れてガソリンを盛大にこぼしておりますけど、気にしないでください。次にチェーンカバーとチェーンを取り外していきます。チェーンカバー錆びすぎて穴開いちゃってますね。チェーンも錆びだらけなので後々交換します。でその次にステップですねを取り外します。あと取り外さなくても下ろせそうですけれども、スターターのペダルの部分ですねも取り外します。ここのシール部分からオイル漏れしているので、下ろしている間に修理しようかなと思います。この株の場合、エンジンとつながっている配線はここの1箇所だけですね。カプラー1個とギボシ1個を外すだけで配線関係は取り外し完了です。このカプラー以外で取り外す配線は本の部分の平型の端子と、あとプラグコードですねになります。あとはリアブレーキのスプリングですね、これがエンジンを固定しているボルトに引っかかっているので、これも取り外しておきます。ブレーキセンサーのスプリングのところも後で外す判明になるんですけれども、この段階で外しておくといいかなと思います。あとはエンジンをマウントしている2本のボルトを取り外すとエンジンを下ろすことが可能です。というわけでいよいよエンジンを下ろしていきます。マンパワーで下ろせないこともないと思いますけれども、下からジャッキで支えながらエンジンを下ろすと安全で確実に下ろせるかなと思います。ジャッキがない場合はですね、人力でやるしかないんですけれども、その場合も1人ではなく2人とかでやれば確実に作業できるんじゃないかなとか思ったりします。ボルトが抜けにくいっていう場合もあるかとは思いますけれども、エンジンをガタガタ揺らせば大体取れると思いますので、そんな感じで抜いて下ろしていきます。割と急いで作業したせいか、チョークのワイヤーとスロットルのワイヤーですね、これを取り外し忘れていたので、下ろす前にですね、もう一度確認した方がベストだとは思います。はい、ということでエンジン下ろしました。ここまでかかった時間、多分1時間ないぐらいですかね。このまま外装を外していって綺麗にしたい感じはあるんですけれども、とりあえず部品をどこにつけるかとかいろいろ確認したいので、モーターを乗せていきます。同じような電動株を作ってらっしゃる方の事前情報によりますと、ステップがそのままじゃつかないとかいろいろあるみたいですけれども、その辺を踏まえながら乗せていきたいと思います。というわけでモーターを乗せていきます。基本的にはエンジンと逆の手順ですね。シリンダーとシリンダーヘッドの部分がないので、モーターの前部分に結構スペースが空いておりますけれども、その分横幅がちょっとあるので、気になる人は気になるかなと思います。動画の後半の方でそのあたり触れておりますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しく思います。エンジンをマウントしているところの穴位置とモーター側のマウントですね、干渉とか位置ずれもなく無事に取り付け完了しました。もちろんですけれども、元々の純正ボルトナットで取り付けが可能です。多少ボルトが入りにくかったんですけども、これはモーター側というよりもボルトの錆が原因なので、錆の少ない株であれば特に問題はないのかなと思います。はい、ということでモーター乗りましたね。ステップですね、いろいろな理由でつかないので見ていきましょう。はい、ということでステップですね、見えないと思うんで画像を出します。穴位置がまず違います。モーターの方がピッチが狭いような感じの穴になってます。で穴位置も合わないんですけれども、足を乗せるところ、ステップのラバーの部分が干渉するというか、もうちょっと外側に来るか後ろ側に来るかしないとつかないような感じになってます。こういうことやる人、電動化とかする人は、ステップ作っちゃうか、他の他車種のやつを流用するかとか、いろいろなノウハウ持っていると思いますので、そこまで大した問題ではないのかなとか思ったりしますけれども、いかがでしょうかということで、ステップはどうにかしてつけていくという感じになりそうですね。あとチェーンですね、チェーンつけていきましょう。
はい、チェーン貼る前に前後スプロ系でですね、まあこんな感じです。チェーンラインを出せそうなというか、チェーンラインを確認できそうな紐忘れちゃったんで、目視になっちゃいますけれども、まあ概ね大丈夫なんじゃないでしょうか。実際にチェーン貼ってみましょうかね。はい、ということでチェーン貼ってみました。どうですかね、まあ直線出てるというか、まあ回した感じそんなに変な感じなかったんで、多分チェーンラインとかも OK ですね。まあ今のところステップだけがそのまんまじゃつかないというか、回した感じはこんな感じです。チェーンがだいぶくたびれてというか錆びておりますけれども、後で交換しますのでお気になさらずっていう感じですね。今はこれですけれども、後々変えますということで、フロントがちょっと大きめのバギー用に大きめのギアになってるんで、ちょっとパツパツですけれども、一応つきました。はい、次これですね。カバーは、問題なくつきますね。あとチェーンカバー、チェーンのカバーはどうでしょうか。もう穴開いちゃってますけど、まあ一応ね、つくかどうかの確認です。うん、チェーンカバーも OK そうですね。ここの隙間は、バギーにつけるためにここ切っちゃったんで隙間空いてますけれども、本来はここまで切れますのでご安心くださいという感じですかね。はい、でチェンジペダルですね、これ下部純正ですね、は残念ながら干渉しちゃって、ここが干渉しちゃってそのまんまではつきませんので、キットにっていうか、モーターに多分最初からついてると思いますけれども、このチェンジペダルを使うほかない。このチェンジペダルを使うのが一番いいのではないかなと思います。まあちょっと仮でね、まあ、この程度ですけど、はい、で今見つけた、干渉ポイントというか、このブレーキのスプリングですね。ブレーキのスプリングをここのシャフトというか、エンジン固定しているシャフトに、このバネを引っ掛けようとすると多少当たっちゃいますね。まあこの辺どう捉えるかというか、別にそのぐらいいいよっていうふうに思うのか、それは嫌だってなるのかはちょっと人によりきりだと思いますけれども、まあ純正無加工で行こうとするとこのバネがそのまんまだと当たっちゃうというような感じですね。ブレーキスイッチのところはまあかろうじて干渉はないですけれどもっていう感じですね。まあつかないことはないです。はい、っていう感じかな。で真上から見た様子ですね、こんな感じとなっております。左右の出幅は変わらない感じですね。左側に目いっぱい突出するんではないかみたいなコメントもちらほら見られましたけれども、まあまあそんなに違和感があるような感じではないですね。はい、ブレーキがちょっとギリギリかな。ブレーキが結構ギリギリの位置におります。気になる場合は、ここの辺加工するしかないかな。まあそのぐらいはね、ブレーキのレバーの部分の干渉はないんで、まあこの近さが気になる場合は加工してくださいという感じですかね。でバッテリーなんですけれども、一番無難なのはっていうか、一番車体を加工しなくて済むのはおそらくここ、個人的にはここにこうつけたいんですけれども、脱着、バッテリーパックの脱着が前後のスペースがないので、バッテリーパックの脱着ができなくなっちゃうんですけれども、まあここら辺切れば、脱着する、バッテリーパック脱着するのは可能になるんですけれども、車体というかフレーム無加工でいくならやっぱりここら辺に乗せるのが一番ベストなんじゃないかなって思ったりします。もっと小さいバッテリーですね、もっと小さいバッテリーであれば別にどこでも大丈夫だと思いますけれども、あとはこの燃料タンクがあったところに入れたいんですけれども、純正の配線残すってなるとこんだけ出っ張っちゃうんで、まあ純正のタンクの位置は微妙かなと思います。はい、というわけでバッテリーは、ここら辺かここら辺ですね。もっと小さいバッテリーを使うのであればここだとレックシールド取り付けられるんでいいのかなとか思ったりします。まあそのあたりはね、おのおので、おのおのでというか、
あのそのあたりバッテリー変えれば好きなようにできますんで、まあご自由にっていう感じですかね。こんな感じですね。こんな感じでいこうかなと思います。バッテリーは最終的に変更されるかもしれません。ここの位置だと違和感が半端ないので、後でというかいつか変更するかもしれませんということで、あともともと燃料タンクのところに、コントローラーとあとデコデコですねをどっかに仕込んで、 12V の電装系を生かしたまんま電動とエンジンが割とすぐにこう入れ替えれるような、まあ、ハイブリッドな仕様でとりあえず行けたらいいなとか思っております。はい、ということで無事にモーターが乗りました。で、まあ、ほぼポン付け、まあ、結論からいくとほぼポン付けという感じでいいですかね。事前にいただいてた情報通りステップがすんなりとつかなかったりとか、あとブレーキのスプリングがモーターと干渉したりとかいろいろありますけれども、まあモーター自体はすんなりと乗るということで、それだけでもコンバージョンしやすいモーターなんじゃないかなと思います。カブとか電動化する際には結構いいモーターなんじゃないかなと思います。あとバッテリーの搭載方法というか、僕はあのバッテリーですけれども、皆さん多分違うバッテリーとかだったりすると思いますので、まあ、搭載方法は各々で考えていただくとして、コントローラーは燃料タンクがあったところに設置して、デコデコも同じところに設置して、デコデコから 12V のバッテリーを充電して、 12V でヘッドライトとかウインカーとかテールとか元々の配線を利用して動かすというような感じにしたいと思っております。で、まあそうすることによって何がいいかと言いますと、モーターを下ろして、まあ、コントローラーとかも下ろしてエンジンを乗せるだけで元に戻るというような、あのそんな1台で2度おいしいみたいなハイブリッドな株を作ろうかなとか思っておりますので、ぜひ完成するその時まで見ていただけたら嬉しく思います。モーターの性能が早く見たいというような方はですね、ぜひバギーの動画を見ていただくと、同じモーターが乗っておりますので、どんな感じかね、雰囲気はつかめるかなと思いますけれども、まあバギーとカブだとまたちょっと違うかなと思いますので、これが完成するその時までぜひ見ていただくためにもチャンネル登録といいねしていただけると僕は嬉しく思います。で、この外観ですね、今見た目がめちゃくちゃ汚いんですけど、これもちゃんと綺麗にしますのでご安心ください。あの1台目の電動カブとはちょっと違うような雰囲気にしようかなと思いますので、どんな感じで仕上がるのかね、皆さん楽しみに待っていただいたら嬉しく思います。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次の動画でもよろしくお願いします。それでは。